過去1週間で自分を褒めてあげたいことを一つ教えてください。先週の日曜日に、習い事というか自分は武術太極拳の選手なんですけど、それの東日本の強化選手のメンバーに入れてもらえるかもしれないっていうことで、そのシニアの強化選手の練習に1日だけ混ざっていいっていう連絡が来て、でそれで日曜日に行ってきたんですけど、そのやっぱり日本のトップ選手に混じって一緒に練習するのが結構普段の練習と比べて全然ハードなんですけど、まあ、その中でできる限りこうその場ではすぐできなくても一生懸命さをこう見てもらえば選ばれるからって言われて、まあ、とにかくこうついてできるところまでついていこうって思ってその練習に参加して、結果がOK っていうか強化選手に入れてもらえることになって、やっぱその練習はこう普段の練習以上に集中して頑張ったので、それは自分を褒められるかなって思います。やっぱり本当だったらその大会でいい成績を残して上位に入ったら入れるっていう感じなんですけど、やっぱり今コロナ禍で大会が全てなくなっちゃってるので、こうそういう結果とかを見る機会もないので、特別に練習にこう呼んでもらって、そこで偉い中国の先生とかに見てもらって入るっていう感じ。やっぱ今はその強化選手の練習についていくのが精一杯なので、やっぱその中でこう頑張ってついてってこうまだできないことも結構多いので、まず真似するところからこうどんどんそれで技術も上達してって、で大会が8月にあるので、その大会に向けて頑張りたいです。